荒井田城は、青森県八戸市荒井田にあった、日本の城。別名、新田城。荒井田川と松立川の合流点付近の小高い、丘陵に所在した。後年、八戸藩主、南部の武器によって建てられた別館は、本丸と二の丸にあたる、外館からなり、現、荒井田小学校を含む一帯である。県の遺跡地図上では、県遺跡万三千二十四。 やかた席石となっている。また、一説には、当初、日田市は、日田城の北方約500メートルの古建てに入り、後に、東城に移ったと言われている。中世から、近世の平城。城主は、日田市であり、根城、南部四五代、正長の次男彦次郎政持ちを外し、同じく正長の三男であった弟晋助に、中建てをそれぞれ与え、これが、日田氏。 中立氏の怒りと言われている。根城ろ、中立と共に、三冠一条とも称されたとも言う。追記時期は不明であるが、あさり六郎四郎清志連中心上の兼務三年に、新田彦次郎聖持ちの名があり、南北朝初期に築城され、当地に居住していたと思われる。天正二十年の諸城破脚書状破却書状には、荒井田平城派、南部彦七郎持ち分とある。 寛永4年に南部都市直の要請で、根城南部市は遠野に国替えとなるが、一族の新田市もこれに従って、東野に移転し廃場となった。その後、八の藩主、南部の武器が、新田城本丸に別館を営み居住したという、ありがとうございます。